はい、ふむむです。今日はですね、ふむむクッキー男のふむむクッキーの第2回目、今日はですね、塩ラーメンを作りたいと思います。お野菜たっぷりでいきたいと思います。それではまずですね、お鍋の方に少しもう最初に茹でてある、ありますので、こちらの方に戻ってます。キャベツを少々、それからもやしを少々、そして塩ラーメンですね。もう入れてしまうと。で、この中を、その分ですね、この水洗いしたネギを、これぐらいでいきます。で、麺の方をこう裏面にしますね。こっちですね、こうですか。私、胡椒が好きなので、この時点で胡椒少し入れちゃう。実に熱いですね。熱い。もうちょっと先にですね、入れたいので、この薬味を入れてしまいます。ごま油。この風味って大事です。で、もうだいぶ伸びてきてるんで、私本当に柔らかめが好きなんですけれども、本当はもうちょい。ですが、ちょっと面倒くさいので、ここで一回卵を入れます。えい。そしてここで蓋。で、その間ですね、こうお椀の準備。もういいんじゃないでしょうか。私はちょうど卵は少し茹で上がったぐらいがちょうどいいんで、どうでしょう、どうでしょう。見えません、わかりませんが、これで OK。 おそらくこれで OK。 そしてこれを茹でます。はい、これで出来上がりですね。
どうでしょう。こちらがですね、札幌一番塩ラーメンの野菜たっぷり、卵入りふむふむ流簡単クッキングでした。以上です。